はい、こんにちは、テニスライズの河合です。今回は、初級の方向けに、フォームの、解析ですねをちょっとしていきたいと思いますけれども、今回は、フォロースルーをテーマにしてちょっとお話をさせていただきたいと思います。スイングとしては、4段階、要はフォームの中で、テイクバックをして、そこからフォワードスイングに入っていって、インパクトがあってフォロースルーという流れになっていきますけれども、その最後のフォロースルーの、まあ、成果というかですね、安定感によってやはり自分が打ちたい場所のコントロールの精度が上がっていくようになりますし、逆に言えばフォロースルーをないがしろにしてしまうと、安定したショットを何回も繰り返して打つということがしにくくなってしまいますので、やはりしっかりとフォロースルーまで意識してあげて、スイング全体を振ってあげることによって、しっかりと安定したショットというのが生まれてきますので、そこをちょっとですね、練習をしていきましょう。はい、フォロースルーですけれども、ちょっと解説絵でしますけども、これ上からちょっと見たイメージですね。この上から要はこの状態ですね、そこから体を回していってフォアハンドで振りに行くときに、要は横向きからこの方向に体が回っていきますね。で、要は体が正面を向いて、ラケットが前で取ることになるんですけども、要はここのスタート時点から、さっきのですね、さっきのスタート時点から体を回していって、要はここに打つ時に対して、要は基本的にはインサイドアウト、要は内から少し体を回すことによって外に向かって振り出していってるわけですね。で、外に向かって振り出していってインパクトをしていってるんですけども、それをフォロースルーですぐこっちに畳んでしまうと、どうしても引っ掛ける癖になってしまったり、ボールがですね、当たってちょっと内側に抜ける感じになってきやすいんですね。ちょっと言いづらいですけど、当たってすぐ内側、こう引っ張ろうとしてしまうと、当たってボールの内側をこう擦ってしまうようなイメージになってしまいます。そうすると、自分が狙っているところよりも右に切れやすくなってしまうんですね。ですので必ずちょっとボールをインパクトの位置から50センチ60センチそのまま惰性で外に向かって振り出していくようなイメージを作ってスイングをしてあげてください。そこから体の巻き込みに対してそのまま惰性で振りに行くという感じで、要は当たってもうちょっと外にですね、要は当たってすぐ引っ掛けてしまうんじゃなくて、当たってすぐじゃなく、ちょっとそのまま放り出すイメージですね。ちょっと遠くに、その遠くに出していった手を体の回しに対して巻き込んであげるというような、フォロースルーのちょっと意識というのを、意識してあげてみてください。でそれをするには、要は体の回しに沿ってちょっと自分の、ここの回転ですね、回転を、ちょっと肩甲骨を引っ張り込むような、左の肩甲骨フォアであれば引っ張り込むようなイメージで振ってあげることで入れ替わりがしやすくなりますので、それで外に出してあげる。それで外に出していってから、要は体が動きを止めることによって巻き込んできますんで、そこの巻き込みは要は外に出してからの惰性の巻き込みになるようにしてあげてみてください。でもう一つは、それをする際に、要は一番インパクトの面、まっすぐのフラット面言いましたね、そのフラット面が要はグラグラしないようにしてあげるというのが重要になりますので、
できるだけ当たった面をちょっと意識して残してあげながら畳んであげる。要は下に向いたり上に向いたりするんではなくて、必ず当たった時のフラット面をできるだけ残してあげてパームアウトで振り終わりができるようにしてあげてみてください。これが、バックの場合になりますけど、バックの場合も基本的には体を回していって外に振り出していってますから、その振り出していった当たった面をちょっと外に抜けていくようにしてあげて、そこから体の回しに沿って払ってあげるという動きになってきます。これが当たってすぐ返してしまうと、どうしても、引っ掛けてしまったり、自分の体が回りすぎて外にだけ、飛び出しがですねしてしまう場合がありますので、できるだけ当たったまっすぐの面を少し外に出してあげる意識を持ってあげるというのが、まっすぐしっかりと少し外に振り出す綺麗な弧を描いた、ボールの軌道になりやすいので、そこをちょっと練習の中でしっかりと面を残して最後に払ってあげる。少し面を残して最後に払ってあげる。これ両手打ちでも当たって少し外に出て、そこから体を回して引っ張ってあげるというイメージがですねできるように練習をしていってみてください。